皆さんこんにちは、さきです。今回はじゃ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 ん、はい、また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 シーンで爆買いしてきました。ちょっとなんか今回いつもに増してすごいのよ。ちょっとシーンで爆買いするの久々なのね。まあ、なんでこんなに爆買いしたのかというと、やっぱ夏スキピとねデート残ってんのよ。予定あるんですけど、さっきなんか本当にデートの服を持ってないの。本当に女受けだろうなっていう服しか持ってないのね。最近のさ流行り男受けじゃないじゃん。ヒョウ柄とかさ、ギャルっぽい感じしか持ってないの私。ちょっとスキピの好みがちょっと清楚系らしいのね。マジ持ってないのね。本当に多分ワンピースとかが好きなんだよ彼は。さっき本当にジーンズなのね。カーゴパンツみたいな、クシュクシュシャカシャカパンツみたいなしか持ってないの。真逆なのね系統が。だからもう今回は私が自分の好みによろうと思って、今まではやっちが慣れる感じだったんだけど、もう変えたのスタンスを。なので今回はちょっと清楚系のデート服を集めてきました。でもちょっと、まあ、決まんないから何コーデかね買ったの。なのでちょっとこれを着るので今から皆さんに投票してほしいと思います。それではどうぞ。じゃあまず1着目、どうかなこれ喜ぶかな。じゃじゃじゃん、男が好きそうなんですけれども、まあ、最近の流行りにも乗っかっているよっていう感じのやつです。夏っぽいじゃん。なんだけど清楚っぽくない、男受けを完全に狙い切ってない感じ。しかも骨格ストレートなのだから、そのちょうど首も見える、首こりでも見えて男受けがいいというね商品でございます。よくない、これかわいくない。でこれの下に合わせるのがやっぱり結構ドバドバなんだけど大丈夫そう。ちょっと待って、これ終わり、もしかして終わり、デート人生終わり。これね結構ドバドバだったわ。だけど後ろにリボンがついてるってところがポイント。えこれは良くない。しかもポイントは最近流行りのダメージ加工いっぱいされてるやつみたいな、ヴィンテージジーパンじゃなくてこういう淡い色の水色のジーパンにしたのがポイントです。これだったら良くない、あんまダメージ加工もされてないノーマルのジーパン。もう白と水色とかさ、もう露天コーデじゃんこれ。やっぱね、こういうひどいすぎてないコーデがいいんだよ。で、靴はどう、良くない。靴だからさ、こっちもさ、スニーカーとか履きたくないわけ。なんだっけ、ちょっとクロックスとかはちょっと受け悪そうじゃん。さきがいつも履いてる厚底の、まず厚底嫌いそうじゃん。私にして結構ぺったんこな白い清掃サンダル、良くないこれ。しかもなんかいろんな系統に合いそうじゃない、ガーリーでも合いそうだし、いろんなコーデに合いそうだから買いました。どう。いや結構今回アクセサリーも買ってみたんだよね。えこれどう、可愛くない。なんで、ね、あれかな、さきが好きなものってね、男受けあるんだよ。間違えたな、これは。でもどう、これ可愛くない、このか。さすがに男受けるでも、本当に男受けいいやつ買ってみた。えどう、こういう清楚系な、こういうのだったらよくない。あとこちら、じゃじゃん、どうこれ、タコボイって最近流行るの。なんかさ、思ってたよりでかかった、浴衣に着てくやつみたい。いやこういうのさ、清楚っぽくいいじゃん。ストラップついてるじゃん、これつけた方がいい、これアクセントになっていいんじゃない、結構。じゃあ着替えてみましょう。うん、じゃあ失礼します。おはよう、おはよう、待った、はい、どうですかね。自分的にはどう思う。自分的にはね、え結構ね清楚だと思います。やっぱりね、普通中の普通コーデじゃん、いい意味でね。それがいいんですよ逆に。多分男子ってね、気合い入れれば入れるほど冷める人だと思うんですよ。男っていう生き物は、わかる？ちょっと一回すまんね。そう、男っていうのはアクセサリーとかをめっちゃファッショニスタ風にアクセとかをいっぱい施したり、あの色合いの組み合わせとか考えたりしてるコーデって結構好きじゃない男子が多いと思うんですね。シンプルな女子が好きなのと思う。こういうおしゃれに過敏じゃない人、色の組み合わせとかも普通じゃん、白と水色なんだけど、それがね多分男には刺さると思うんですよね。いつもの私だったら下を最近流行りのスカートとかにしたり、結構腕とかもジャラジャラにしたり、ネックレスもジャラジャラにしたりすると思うんです、寂しくて。なんだけどそこをあえて何にもつけない、そしてベルトとかもつけないっていうのが結構これ男受けポイントになっております。でこれは可愛くない、どう、可愛いは可愛いよ、それは。ただ男受けするかどうか分かんない、それは人によって違うので反応を見て取るか取らないか決めましょう。うん、でも良くない、この組み合わせ、なんか本当にザ女の子みたいな感じでいいと思います。次の子でいっちゃいましょうか。次はまずこちら、じゃじゃん、これちょっとガーリーめなの。私のスキピーは多分ねガーリー好きなんだよね。ちょっとまあガーリーに寄せてみた。いきなりちょっとさ、そういうフリフリ系になったらさ、逆になんか怪しいじゃん、別に参考にしてるみたいな。
感じで思われても恥ずかしいので、ちょっとずつあのガーリーにしていくっていう作戦で、ほこりよいリボン、ガーリーだけどシンプルみたいな感じで、下はこちらです。そう、こちらパールのズボンです。これ最近流行ってるよね。え、どうなんだろう、パールのズボンって。なんか余計なものがついてる服ってどうなんだろうね、男子的に。でもパールだからいいのか、攻めすぎでもなく、ただの露出とかがないから、あんま好きじゃないこれで。アクセもね、こちらじゃじゃーん、これがパールなんで、パールのアクセで、縛ってみました。オッケー、じゃあこちら着てみたいと思います。これ結構自信ありです。お待たせー、え、待ったどうでしょうか、こちらに関しては。いいんじゃない、これモテんじゃない。どうちょっとね、緩巻きにしてみました、髪の毛。ちょっと前髪もアイドル前髪みたいな感じにしてみた。狙いすぎてないガーリー、まあ、これの下がフリーズスカートとかだったらちょっとやりすぎなのよ。なんか映画館デートとかさ、よくない、これでしたら。で、まあ、これ、まあ、ここからここまで見たらシンプルなんだけど、このアクセサリーで特徴をつけるというね、可愛いんじゃないかなと思います。このパールが問題かも。パールがちょっと男受けいいのかが疑問なので、ちょっと男性ファンいたらコメント欄にね、パール NG か OK か書いてもらえると嬉しいです。パールどうなんだろうね。じゃあ最後移っていきましょう。ちょっと結構ね、今までの2着とは結構系統違いますね。はい、ワンピースです。出ました、好きでしょうね。これ狙いすぎてない、ワンピースガーリーだしカジュアルみたいな感じ。これも買ってみたんだ、このちっちゃいリボンで。カバンも買いました。これね、良くない、そう、こういう感じなの。かわいくないと、この男気を誘うじゃない、こういう感じ。最近流行ってるじゃん、ポーチ型の。これで女の子らしさを演出してみました。じゃあ、着替えてみましょう。これ結構ね、どう、これやばくない、清楚なんだけど、ガーリーだし、中華美人みたいじゃない。これにポニーテールよくない、どう、巻き巻きポニー。てかこれ、親の気もよくない、でちょっとミニスカートすぎる。ミニスカすぎ、うん、すぎない、スパッツ入れる、ビニールでブーツとか冬場、冬でいいんじゃない、冬でいいんじゃない、別にその上にコート着て。確かに、え、可愛くない。だからこれがもっとこういう感じだったらどう、もしこれがハルトの好みだったらどう。すみません、お願いします。でもいい、好印象じゃない、うん、これでくくってさ、いいね、あ、この子、あ、大丈夫そう、育ちが良さそうってなるなる。でもこれ実は数年代みたいな、うん、めっちゃいい女みたい。これ決定じゃん、次のデートこういう系統になる。え、名乗ってない、今年から絶対モテるよね、これ。女の子からも受けそうだしね。なんかさ、こいつ絶対男受け狙ってんじゃん、男じゃないじゃん、別に。ちょっと聞きたいことがあるんだって。本命の女の子とデートに来た想定で考えてもらってほしいんだけど、うん、いつものおつどこクロックスでヒョウ柄の服とか、いつものへそ出し、うん、とかギャルの服あんじゃん、うん、か、これだったらどっちの方が好きになると思う。それだったらこっちかな。おー、今着てる方が好きになると思う。おー、それはなんでだ。なんか清楚感ある。あー、狙い通り。はい、ってことで決定したのはこちらです。はいはいはい。でしかもファッションの厳しい弟からも合格をもらったので、次のデート服はこれに決定となります。なので街中でね、この服装の女を見かけたら私ということですね。これ結構いいね。男受けじゃなくても万人受けするじゃん、絶対に。大人からも受けるし、同世代からも受けるし、嫌いな人いないと思う、このコーデ。皆さんもぜひね、デート服どうしようみたいな、お出かけの服どうしようみたいな迷った方はぜひ。でも今回の参考で全部万人受けするし、動きやすいしって感じで、結構ねいい感じのコーデ選んだので、皆さんぜひ真似してみてください。皆さん、お待たせしました。大会恒例シーンさんからクーポンコードいただきました。お買い上げ金額4000から5999円まではセール価格より 15% オフ、6000円以上お買い上げの方はセール価格より 20% オフが適用されます。いや、もうこれ以上安くなっちゃって当然だ、審査で、使用期限は今日から9月末まで使えるということなので、皆さんもたくさん使っちゃって、はい、洋服買っちゃってください。あのクーポンコードは概要欄に載せておくので、今すぐにメモしてくださいね。はい、ということで今回はスキピのデート服選んでみました。これでモテ間違いなしだね。
うん、みんなもねスキピの本命になりたい方は参考にしてみてくださいということでバイバーイ。お次に失礼します。